わかります。でもスコッチ好きなんで僕もいただいていいですか。ああ、もう全然、もう今日はやりましょう。やりましょうか。今日はやるぜ俺は。飲んでんの最近。飲んでますけど、まあまあほどほどにですよ。ほどほどに。まああの羽を外しすぎない程度にはやってますよ。ね。はい。あのもうこれやっぱり一応あまちゃん、はい、あの前のハメ外し事件知ってる。いや俺が唯一やらかしたやつですよね。後にも先にもまだ1回しかなんないって。もう知らないです。え、もうだから芸歴何年になる。 10? いや、まあ、まあ20歳から事務所入ってるんで、うん、まあ、もう18年目ぐらいになりますけど、ね、今の中で唯一やらかした時、はい、俺一緒にいたの。ああ、そうなんです。なんなら最初にまず俺にやらかした、はい、やらかしてないですよ。逆だ、俺やられそうになった。いや違う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 、語弊があります、語弊。あれはいかにその森久保祥太郎っていう方がすごい人なのかっていうのを一緒にいたやつに力説しようとした結果はなったっていうだけなんですよ。ケンちゃんね。そうそう、はい、アマちゃん飲まないの。あ、じゃあちょっといただきます。じゃあ先いただきます。はい、どうぞ。よろしくお願いします。はい、お邪魔します。じゃあこれはもうね、うん、やらかされた。あ、美味しい美味しい。あ、うまいな、うん、あ、うまいね。いや、作るの上手ですね、バイトの子。どんどん上手くなってくる。ありがとうございます。な、うん、たまにすげえ濃いとかあるとき、濃いときあるとき。いや、美味しいな。酔わせに行くときが。そうそう、いや、これはまあだからね、一応ね、もうあちこちで結構ね、ちょいちょいネタにしてきたけど、こう改めてちゃんと話すと、はい、あれは何年前だ。あ、いや、でもそれこそあのビタミン Z っていう作品やってる時の、うんうん、あれ確か DJ CD を撮った帰りだったんですよ。だから諏訪部くん、そうそうそう、ベイさんと森久保さんにゲストに来ていただいて、なんかそこもなんかバーみたいなところで飲んだ、その後に、うん、でその後にまあ一次会的な飲み会もあって、うん、でまあそこで、まあ、諏訪部さんお帰りになって、はい、でまあ森久保さんが、うん、あのまあ噂に聞くと当時はその自宅に連れ込みたがってる連れ込みたがってる時期だった、うん、一人ぼっちになっちゃって寂しかった。そうそうそう、いろ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 あったご時期だったって伺ってて、はいはい、ファーストシーズン、セカンドシーズンの間のさ、はい、時期で寂しい時期だったんですよ、はいはい、ファーストシーズンが強制収容しちゃってね、自宅に誰かを連れ込みたがっているっていう話はあの、そうそう、なるほど、はい、ちょいちょい鳥さんから鳥海康介とかよくうちに来ててっていう時期で、そうそう、だからあとケン、そうです、 KENN 君、ケンちゃんと、はい、で俺ん家行こうっつって、はい、で飲んだね。そうなんですよ。で俺もしかしたらそういうことになるんじゃないかなって気がうっすらしてて、はい、次の日のチェックまで終わらせて、はい、あの万が一お泊まりしてもいいように次の日の、はい、お泊まりも覚悟したの。お泊まりも最悪最悪そうなるかなと思って、もうだから一応次の日の台本もカバンに入れといたんですよ、はい、あのそっから現場に行けるように、はい、でまあまあそういうことになったから、はい、俺はもうじゃあもう先輩の誘いだしこれはもう行くしかない、はい、で俺ん家でもういい感じにもうベラベラに酔っぱったけど、もう俺も酔っ払ってたわけ、はい、で俺は酔っ払うとどっちかってふにゃふにゃになっちゃうじゃん、はい、もうね、分かるでしょ、はい、分かります。前のはなんかもういきり立っちゃってて、いやもう饒舌でしたね。もうでケンはあの飲まないから、そう、ま、その当時は全くと言っても飲まなかったんですよ、ね、冷静に唯一いろいろ見てて、うん、でまあ、ギャー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 騒いでたらもう大興奮した前のが、うん、はい、こうソファー座ってたね、はい、隣同士に萌子さんっつって俺がさ、はい、どんだけあんたのこと好きか知ってんのかよ。だってさ、あの森久保祥太郎の家で飲んでんだぜって考えたらさ、確かにそらそうなるじゃん。だっていや、ならねえよ。これで、ね、ズボンカチャカチャカチャってベルトビーンって俺な、それ半分ふざけて、半分ふざけて、もちろん何されてる、半分ふざけて、ふざけて、半分ふざけてね、はい、ふざけて俺はもう押し倒されて、もう俺ふにゃふにゃだからいや、変更だってなからねそれを剣も剣で笑いながらすげえ数の写真撮ってたこと、撮ってたんだあいつ冷静に、そう、それあった、はい、でそんで寝ちゃったんだよね。寝ちゃいましたね。で、はい、そうで俺は、翌朝11時で、前のは10時僕10時でしたね、確かそう、はい、でバッと起きたら、はい、10時半とかですよ、半ちょっと前ぐらいですかね。あ、10時は過ぎてねえだろ。いや、10時は過ぎてました。過ぎたっけ。過ぎた。そっか、過ぎててやばいってなって、そうだ、そうだ、でも俺はギリギリ、ギリギリまだ、まだ11時だから間に合う、間に合う、やべえって思って俺ベッド出て行ったら前の寝てんだよ。前の俺たちやべえぞ。森久保さんがね、バッ、前の俺たちやばいぞって見てすげえシーンだ。俺たちやばいぞって、後にも先にもそこでしか聞かなかった。前のは本当に俺が当時住んでた家から、うん、もう本当すぐのところのスタジオがあったね。そうそうそう、あ、そうなんですね。そうだから、でその道具も全部持ってる、台本持ってるって言うから、はいはい、俺バイクの後ろ乗っけてな、確かそう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 、ブワーッつって、はい、乗せれていただいて、行ってこいっつって、
で俺はねギリギリ間に合った、はい、であれはもうアウトだった。僕は、まあ アウトはアウトなんですけど、僕はあの、まあ、B パート後半しか出てなかったんです。逆に、まあ、十字入りにはしていただいてたから、はい、まあ、アウトっちゃアウトなんだけど、はい、まあ、その収録の手には問題がなかった、体制には影響なかった。そうそうそう、うん、だからマネージャーからも実はあの連絡がなくて、B パートが始まるちょっと前までに来なかったら電話しようと思ってましたっていう感じで、ああでも全然大丈夫なんで間に合ったんでよかったですみたいな感じで事なきを得たんですけど、はい、まあやっぱね、まだそんな当時キャリアも長くなかったからね、もう下誤りでしたよ。やっちまったって言った、本当に申し訳ございませんでした、はい、って。でもその話をどうしたの前野くんって、あの福山さんがちょうど現場にいらっしゃって、はい、その話をしたら福山さんが超爆笑されてて、はい、それでもすげえいい経験したなお前って言っていただいて、その経験はすごいですよね。そうなんだよね。いや多分ね、いやそれがあって、だからあれがもうね、はい、10年ぐらい前ですか。前だね。でなんか剣がね、あの書き置きだけして先帰っててね。書き置きですか。剣がさ、あ起きたら剣はもう帰ってたんだよ。いなかったのよ。で、はい、部屋リビングの壁にさ、はい、剣から手紙が書いてある。はい、で森久保さんへっつって。起こせよ。ね、昨日は本当に楽しかったですと。うん、ね、まあ、また一緒に飲みましょう、ありがとうございましたっつって、はい、片付けずにすいませんみたいな丁寧な書き置きがあったわけ。で前野くんへ、起きたら森久保さんにちゃんと謝るんだよ。もうね、本当にその説はね、いや本当に懐かしいですね。そんなことがありましたね。近接の夢でしたよ。そういう